中達也先生が沖縄に行ったんですよ。その柔道の先生方と出会って交流をした。沖縄の先生方とね、一緒に中達也先生が元々の空手はどうだったのかを探そうって企画なんですよ。それをやっぱりでも柔道の先生方も皆さん偉いですからね、こんな本土の空手なんかスポーツ空手だと、あんなの空手じゃないねと言われるかなと思ったらね、全然言わないですね。いいね、すごいね、中達也先生知ってるよ、すごいね、映画黒部見たよ、いい映画だねと言っていただきました。面白いんですよ。まずね、行ったのがね、この弓道館っていうところ、比嘉実先生面白いんですよ。稽古見させていただいたらね、ものすごいショートレンジ、ね、ショートレンジ分かります？短い間でね、打ち合うんですよ。バッコンバッコン。これ何？本当に殴り合ってるけど、これ、沖縄空手は組手はしないんじゃなかったの？と思って、先生にね、沖縄空手でも組手するんですね。って。するさ。でもどうしてあんなに近い距離で打ち合うんですか？え？遠かったら逃げればいいわね。あ、逃げればいいんですね、と。危ない人来たら逃げたらいいよね。ああ、そうですね。で、逃げても、もういろんなものを投げて、それでも逃げきれない。どうしても逃げきれない時には、やるよね。なるほど。遠くからね、行くぞ、ほらってことは、まあ、ない。まあ、当たり前ですよね。何かその悪い奴がいた時に、こっちから、行くぞ、ほらって人いませんよね。どうしても逃げられない状況になって、もう手で肩を掴まれて、ほらっていうような状況になった時に倒す。だからめちゃくちゃショートレンジの打ち合いをするわけですね。この打ち合いすごかったですよ。なんか本当に一流の格闘、まあ最先端の格闘技、フルコンタクトの格闘技な感じなんですよ。でもそれがいわゆる沖縄空手の原点というか考え方とね、まあ、もっと言うとね、これ東野先生は、ね、僕が思う打ち合いが好き、すごい、まあ、元々ボクシングもやられたらしいんですけど、すごいの打ち合いが。でそれを中先生に話して、中先生ともね、打ち合ってほしいなと思いながら、まさかね、まあわざわざ沖縄まで行って10段の70歳超えた先生とね、中達也先生もね、日本空手協会7段ですよ、まあ打ち合ってくださいと、まあ言えないですよね、言えないですよね。書き絵っていうらしいんですけどね、こうやって手でこう探りながら打ち合うと。でも僕は言いました。比嘉先生、中達也先生と打ち合ってもらえませんか。いいよ、やる。やっていただきましたよ。でまた打ち合うとね、すごいね、いいねと中先生、まあそういうことですかと。これはね、なんて素晴らしく面白いじゃないですか。これとね、まあ交流というか一緒に探す旅です。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、例えばジオンですね、はい、ジオンもありますので、ちょっと光ってみましょうね、はい、ジオン、これですね、はい、これにくっつくらしいですよ、これに、はい、初動画もこうなんですけど、はいはい、これは入れとここうですね、これはね、うん、先生どこもこう、はいはい、しにくいでしょ、はい、こうですかね、ついてから来るから、はい、はい、こっちですね、反対、そう反対やからですね、はあ、こうですね、はい、こうで、はい、で、そのままそうそう、これここを受けるともう
きが入ってるんですよ、はいはい、ここを受けても突きが入ってくる、いつも親指を曲げてこう拳を押さえる、体の使い方同じ、受けた後にシュッと出てくる、はいはい、それを反対に捉えた時これを応用するとこのまままさに考えるけど、これを捕まえるところを切る、こうやって外人なんか強いかも分からないから、はい、こうやりながら腰も一緒にやると入るんですよ。道がある、来るからずっと進んでいる、これ何なんだろうっていう、そっちの方が大きいですね。どこまで続いてるのかな、あれどこまで行けるのかな、どうなるんだろうな、皆さん昔の先達はここで何を得たのかな、うん、何を得てどうなったのかなっていうのは楽しみですね、この学生は。